マスターオブガーデン七影列伝第2部シュトルムオブベガルタ。ガンマ様の危惧されていた通りに。まだ何も実験してない。ただいつでも始められるよう、こうして実験室に運んで寝かせてるだけ。それはそうかもしれませんが、せめてアルファ様による決定をお待ちください。たとえこの悪魔月が教団の先兵であったとしても、ラムダ、この者はまさか本人？知り合い？いえ、直接的には知り合いではないのですが、とにかくすぐに七影の皆様へ報告をせねば。みんな城の方で会議してる。イータ様、くれぐれも、どうかくれぐれも。お願いいたします。せめて情報だけは確実に得なければなりません。ガンマと同じこと言ってるし。わかった、ちょっとの間我慢する。ありがたき幸せ。それでは失礼いたします。実験台にできないかも。カレン・フォン・ヘルツォークの容体は安定しました。今は消耗のために深い眠りについています。右足は元通りになりましたが、右目の方は悪魔月の肉種とは無関係のものだったらしく、シャドウ様であれば古傷でも治してしまわれるのでしょうけど、私の実力が足りないばかりに。仕方ないわ、イプシロン。私だって後を全く残さずに治癒をすることはできない。肉体に定着した傷跡であるならなおのこと。ガンマの報告によれば、幹部だった右足を縦代わりにして投げつけられた体験を受けたということだから、その右足に後遺症が残っていないのであれば大成功よ。アルファ様、ありがとうございます。それにしてもディアボロス教団幹部の悪魔月ですか。場合によっては情報だけを聞き出して秘密の漏洩を防ぐためにも。ちょっとベータ、あの人は極限状況で私のことをかばったのよ。それを有無を言わさず殺すだなんて。例えばの話で殺すとまでは。ただ教団は我々の敵ですから、いろいろな局面は想定しないと。それはそうかもしれませんけど、あの人自身が本当に敵かどうかも分かっていないうちからそんな言い方を。もう一人のセルゲイという剣士の方はシャドウガーデンのことを知っていたんですよね。もしかしたら仲間割れを装ってガーデンにスパイを送り込む策略なのかも。そんな、ベータ、二人とも落ち着いて。彼女を治癒するためにアレクサンドリアへ連れてくるよう最終的にガンマへ指示したのは私よ。アルファ様、確かに悪魔月の治癒自体は私かアルファ様さえいればどこでも可能なんですよね。その通りだけど、私は彼女をこの地に誘った。それにはガーデンとしてのれっきとした理由があるの。ガーデンとしての理由？彼女が悪魔月になったことで
教団から切り捨てられた幹部だというのであれば、我々シャドーガーデンは胸襟を開きつつ選択を迫る。その結果、教団の秘密情報を入手しつつ、彼女自身も有能な部下として迎え入れることができれば、それはガーデンとしての姿勢をより明確にすることにもつながる。教団がどのような理由であれ悪魔好きを許さないのであれば、ガーデンがその逆の道を示すことには大きな意味があるから。アルファ様だけど、シャドーガーデンの示す道を自分の意志のもとに進むかどうかは彼女の選択次第。場合によっては私がこの手で責任を持って彼女を亡き者にするつもりよ。え？ベータ、あなたまで驚くの？いえ、そういうことでしたら、今のところは私からは何も。同じことを口にするにしても、アルファ様とベータじゃ言葉の凄みが違うってことよね。七影の皆様、会議の途中失礼いたします。ラムダ、イータの様子を見るよう頼んだはずだけど。はっ。教団幹部の悪魔つきについて早急に報告すべき情報があると判断し参りました。彼女について知っているのね。はっ、存じ上げております。あの者はカレン・フォン・ヘルツォーク、ベガルタ帝国におけるサイコさんの貴族の名家の一つ、古来より帝国内に所領を持つヘルツォーク男爵家の若き当主にして、ベガルタ七部剣の一人であります。それだけだったらよかったのだけど。ガンマ様。ラムダ、カレン・フォン・ヘルツォークとヘルツォーク家についてあなたが知っていることを元ベガルタ帝国軍人としての初見から話してもらえるかしら。その上で我々が直面している問題についてあなたの意見を聞かせてほしいの。さあ、イエスサー。そんな、カレン教のみならず七部剣のセルゲイも教団の幹部だというのですか？救出した際のやり取りからの推測であって、確定事項というわけではないのだけど、少なくともセルゲイはシャドーガーデンについて知っていたし、そのセルゲイはカレン教を殺そうとしていたわ。そしてカレン教の方は自分が悪魔つきになったことで教団に見捨てられたことを認められずにいるようだった。ヘルツォーク家は貧困法制公明盛大を旨とする名門として知られる古参の帝国貴族とのことだけど、具体的にはどのような点が評価されているのかしら。はっ。帝国へ侵入している貴族の所領における統治の質は所領ごとに大きく差があるものなのですが、ヘルツォーク家の治めている領地については長年において統治が安定しております。住民の陳情にも積極的に応じる姿勢者であり、抱える軍勢は小規模ながらもその練度は相当に高く、歴代の当主個人も魔剣士として相当の腕を誇っております。当代のカレン教にあってはベガルタ七部剣に選ばれるほどで、剣技はもちろんのこと槍術の腕前にも優れております。対外的にはまさしく文武両道の名領主という感じの貴族なのね。そんな素晴らしき名君、しかしてその正体は。ですよね。知らず知らずのうちに人々が教団に支配されているなんて。その真相を含めて本人から詳しく話を聞く必要がありそうね。なぜ私を殺さない？あら、殺してほしいの？どうせ殺すなら実験台にしたいんだけど。ちょ、イータ！なれ、実験台になれ。イータ、もうこの場所といい、あなた方といい、わからないことが多すぎる。それに
悪魔つきの症状がこうも嘘のように回復するなんてそれが嘘なんかじゃないとあなた自身が一番わかっているはずよ。カレン・フォン・ヘルツォーク卿、もしあなたがディアボロス教団の幹部であるならば、あなたには二つの道が用意されている。一つは教団について知っていることを洗いざらい話した上で、全てを捨てて我々シャドーガーデンの一員となるか。そしてもう一つは、今ここで教団について知っていることを洗いざらい吐いた上で、悪魔つきの呪いから解き放たれた命を私の剣によって絶たれるか。どちらも選ばず、私が教団に準じ自ら命を絶つとは考えないのか。あなたは追ってから逃げていた。悪魔つきの症状に蝕まれながら、ご自慢の槍を杖代わりにしてまで、それは生き延びたかったから、自分の運命に反逆したかったから。そんなあなたが追われて誰かに殺されることがあっても、自分の手で自ら命を絶つ、今のあなたが丸腰でなかったとしても、それはありえないわね。よかったら自らを貫く槍の一本でも貸してあげましょうか。このカレン卿、このお方を見かけ通りの子供だとは思わないことだ。その姿勢、ベガルタ軍人か。そして元悪魔つきでもある。今の命以外の全てを失った刑と同じようにな。カレン卿、私にはあなたが邪悪な存在だとは思えない。あの状況で私をかばうなんて、やろうと思ってもできることではないもの。あなたは教団の者として働いていたのでしょうけど、貴族としてのあなたには立場に対する義務と誇りが感じられる。よかったら話してくれないかしら。あなたが教団にとってどういう存在で、どんな役目を担っていたのかを。拷問するなり、さもなければ投薬でもして強制的に聞き出すこともできように。それは最後の手段にしたいところです。お互いにいい出会いにしようじゃありませんか。これから長い付き合いになるのかもしれないんですから、その関係は上司と部下ということではありますけど。なんという営業トーク。アルファ様が圧をかけてガンマが懐柔する。なるほどね。いいだろう。もはや私には何も残されていない。誇りも何も含めて洗いざらいぶちまけてしまうのも一興か。何も残らないなんてことはありませんよ。だって私たちだってこうしてここにいるんですから。そしてあなたもこうしてここにいる。そうでしょ。まさかここにいる全員がもともとは悪魔つきだったというのか。その通りよ。そしてシャドーガーデンは世界中に散らばって活動し、悪魔つきを救い出すことを使命としている。ディアボロス教団を滅ぼすことと並行してね。そうか、そういうことならば、私が知っていることは全てお前たちに伝えよう。その上で私の命どうとでもするがいい。それなら後で実験台なって。それは断らせてもらう。何かとてつもなく嫌な予感がするのでね。まずディアボロス教団について、あなた方が知っていることを簡潔に教えてほしい。知っていることを改めて話す必要はないということかしら。この世界を影から支配していること、悪魔つきを何らかの目的によって実験台として連れ去っていること、聖教との深いつながりがあること、
聖教の神門部隊であるテンプラーとは微妙な関係にあること、何よりその組織力は広大で末端の者からは満足に情報を得られないことといったところね。それだけ分かっているのであれば、この世で最も教団について知っている部外者と言っても過言ではないな。それこそ教団が深く入り込んでいる王侯貴族に属する人々よりも、一体誰から教わったというんだ。質問をしているのはこちらよ。スライムの剣。ディアボロス教団は古来より歴史の闇の中で暗躍してきた。ベガルタ帝国の成り立ちにおいても教団の果たした役割は大きい。確か帝国が統一されるまでは多くの地方領主が群雄割拠していて、大陸の各所で領主たちによる小競り合いが頻発していたそうですね。その通りだ。そして人々の間で伝えられる歴史においては、そこに隠された詳細は記されていない。例えばヘルツォーク家のように教団の先兵となった貴族が重要な役割を果たしたと。ベガルタ帝国が大陸を統一するまで続いた戦争、その長く続いた各地での戦乱に誰もが疲弊していた。そして領主たちの大半は自分たちの自治権さえ保障されればどんな王に仕えても構わないと考える、志の低い者ばかりだった。そんな貴族社会の内側へと教団が内部工作で入り込むのは極めて容易なことで、ヘルツォーク家もそのような流れの中で教団の力を受け入れて基準した貴族の一つだ。つまりそんな貴族の当主であるあなたは生まれながらにして教団の人間ということかしら。支配とはそうと気づかれずに行うことが最良のもの。何より戦が起これば真っ先に苦しみにさらされるのはその地に生きる市井の人々に他ならない。無駄な血を流させないためには何をすべきか、そのことを我が一族の先祖は分かっていた。だから戦いを求めるばかりの成熟とは程遠い者たちを牽制し、人々の生活を守る役目を、ベガルタ帝国の平和の一端をヘルツォーク家は長年にわたって担ってきたのだ。まさに支配者らしい増長した考え方ね。増長だと？そうでしょ。あなたが守るという人々が自らの足で歩み成長する、その機会を奪っているのだから。成長を見守るなど理想に過ぎん。誰もが思い通りの力を持ち生きていけるわけではないのだ。だから人々に失敗する可能性すらも与えない。確かにやっていることはまさしく支配。そしてあなたもまた支配されている。結局は教団の都合によって動かされているのだから。しかもその状況をしっかりと自覚していて、純粋にその考えを正しいと思っている。理想に背を向けたまま自らを縛っているカセの存在を自慢し、他者に対してもそれをつけるよう促す権力の奴隷よ。何とでも言うがいい。私は我が一族はそうすることが最良と考えて、今までヘルツォーク家としての責務を果たしてきたのだから。ですがその責務もなくなってしまったんですよね。セルゲイに一族を皆殺しにされたと聞こえましたから。そのセルゲイって何者なの？もしかしてベガルタ七部剣自体教団の組織だとか？いや、それは違う。ベガルタ七部剣は純粋な武芸の実力とその活用能力、帝国において高く評価された騎士に与えられる称号だ。そしてセルゲイ・ゴーマンはシルドレンであった七部剣の一人を決闘で討ち取り、七部剣とシルドレン
その両方の座を得た騎士なのだ。シルダレン、確かあなたもそう呼ばれていましたよね。大きな組織なのだから、教団の中にも当然役職や組織構成を示す言葉があるということかしら。単刀直入に聞くわ。教団のボスについてあなたはご存知？教団の方針決定を司る円卓会議のメンバーにして、ディアボロス教団の中枢を司る者たち、ナイツ・オブ・ラウンズ、通称ラウンズと呼ばれる者たちがいる。ラウンズ、個人ではなく集団によって支配をしていると。誰がラウンズなのか、果たして全部で何人いるのか、その組織構造がどうなっているのかといった詳細は、古参の教団系貴族である当家にも把握できていないが。貴族ですら下っ端扱いの秘密主義なんですね。ヘルツォーク家が存在を知っているラウンズは、フェンリー、ロキ、ヘル、ヨルムンガンドの4人、それぞれに異界があるらしいが、私が知っているのはフェンリルが円卓6位であることだけだ。すべてミドガル王国の教団の派閥の名前と一致しています。ミドガルでは教団の派閥間で争いが行われていることもあって、末端でもその名を知る者が多いのかもしれませんね。あなたはチルドレンと呼ばれてたそうだけど、それも教団における肩書きのようなもの？私のような教団に仕える力のある者は総じてディアボロス・チルドレンと呼ばれている。チルドレン、ファースト、セカンド、サードの区切りがあり、サード以下は一般的な教団員、増票という扱いになる。私のような生え抜きのチルドレンやセルゲイのように教団へと加入してチルドレンとなった者は、全体としては珍しいタイプの存在といえる。基本的には身寄りのない孤児や貧しい平民の子供の中から高い魔力適性を備えた者を見出し、専用の施設で育て、厳しい戦闘訓練と教団の一員としての教育、そして自己を強化するための薬剤投与を行っているからだ。物は言いようね。その孤児や子供も結局は連れ去り同然で、教育と薬剤投与というのはつまりは洗脳なのでしょう。そうではあるな。我々は他の教団貴族や下部組織とは違う。ヘルツォーク家はあくまで貧困からの脱出手段として、チルドレンになるという手段を提示して、百歩譲ってあなたが慈善事業のつもりでやっていたとしても、それは才能なき者を救う気はないと言っているのと同じよ。その命が救われたいと思っているかどうかを判断する以前に、救うべき命を実務のために選別しているなんてね。その考えとて綺麗事だろうに、世界に生きる人々はそれほど賢くはないのだぞ。まあまあ、それでそのチルドレンの位の違いにはどんな意味があるんです？サードは強化に精神が耐えられなかった。純粋な戦闘のみを担当するチルドレンの総称だ。精神が壊れているから情報が漏れることもないと。それでもそこらの騎士ですら相手にならないほどの戦闘力を備えているが、セカンドは精神の安定しているチルドレン、教団員を率いるリーダーの大方はこのセカンドチルドレンだ。そしてファーストは私のような確かな実力を持ったチルドレンという区切りになる。そのチルドレンから例えばラウンズになるようなものはいるのでしょうか？いると言われている。将来が有望だったり、教団に大きな貢献をしたチルドレンには二つ名が与えられ、ネームドと呼ばれるようになる。ほとんどのものがファーストチルドレンだが、セカンドチルドレンでありながらネームドとなったものも、教団においてはネームドとなることが
ラウンズへの登竜門と言われているらしいが、まさかセルゲイは。だがしかし、ラウンズという支配の地位をちらつかせてのシルドレンの要請、まさしく支配者のやることやね。その行動がはらんでいる矛盾に気づけないような環境で、あなたはそういう育てられ方をしてきた。もしくはその構造が持つ歪みを理解していながらも、その恩恵を享受するために見て見ぬふりをしてきたか。それはディアボロス・チルドレン・ファースト永瀬のカレンさん、情報を話してくれたお礼にご自分を見つめ直す時間をあげましょう。あなたは悪魔月となったことで、教団による世界の支配が偽りと欺瞞の上に成り立っているという現実もその身をもって理解できたはずでしょうから、あなたがこれまでのあなた自身を構成する全てを捨てる気になれたのなら、我々にはあなたをガーデンの仲間として迎える用意がある。本当に捨てられるものならば。だけどラムダ、彼女が客人である間はそれなりのおもてなしを。イエッサー。さあついてこい。かつてカレン教だったものよ。考え事をするのであれば寝床の一つも必要だろう。それじゃあ報告をお願い。さあイエッサー。カレン教に大きな動きはありません。アルファ様の指示通りにアレクサンドリア内を泳がせておりますが、内定を行っている気配は全くございません。そう、彼女は普段何をしてる？は、基本的にはイータ様が実験に連れ回しております。その実験で命を落とさないよう監視は怠っておりません。言いたらしい。カレン教が仲間になったら大っぴらに実験台にはできなくなる。だから今のうちにこき使っているのね。アルファ様。ねえラムダ、あの時の私のカレン教に対する姿勢は正しかったかしら？思い返すと、あのように組織の利害を前面に出した上で彼女のこれまでの生き方を真っ向から否定するような詰め方はあまり褒められたものではなかったかもしれない。少なくとももう少しやりようがあったように思えてね。アルファ様、僭越ながら申し上げますと、アルファ様のあの場での役割は正しいものであったと思います。あくまでシャドウガーデンはディアボロス教団を滅ぼすという絶対的な目標を持つ組織です。その鉄の意志をねじ曲げてまで優しさを見せるというのは敵を懐柔する上でも不要のものでしょう。それにガンマ様がカレン教を気にかけております。アルファ様の言葉の切れ味が鋭ければ鋭いほど、ガンマ様の柔らかな言葉はより効果的に彩られることでしょう。つまりはガンマと私の存在がカレン教にとっての飴と鞭ということかしら。ベガルタ帝国において公明正大で通った貴族であり、物事の道理を根本的にわきまえているカレン教なれば、頭ではもうわかっているはずなのです。自らの置かれた状況そのものがアルファ様の言葉の正しさを証明しているのだと。頭の固そうな役割を演じてみせるのもまたリーダーの役目ということかしらね。カレン教がこれまでの自分をどのように捨て去ればいいのか分からずにいるだけなら、そのための手伝いはしてみせなければね。もちろん私の立場にふさわしいやり方でもって。もっとこげ、もっと早く。もっと早くペダルこいで。出ないと電力発生しない。なぜ私がこんな不毛な仕事を。実験台になりたくなかったら
工芸。これがすでにもう何かの実験台だろう。うわぁ、機械が火を吹いているぞ。構わない、続けて。私は構う。いいから。これはちょっといいた。うん、邪魔が入った。客人に何をさせているの。早く止めさせなさい。仕方ない、漕ぐのをやめてよし。大丈夫カレン卿。ああ、大事はないが。ひとまず外の風に当たりましょうか。何も聞かないのか。何か聞いてほしいのですか。それはどうして私を客人として扱い続けている。それはあなたが客人だからですよカレン卿。そういうことを聞いているのではない。私はあなた方にとっての敵だというのに。ですが悪魔付きとなって全てを失った人です。立場も名誉も家族も未来も命以外の全てを。我々シャドーガーデンの目的はディアボロス教団の壊滅にありますが、悪魔付きの救出と保護はそれと同じくらい重要なミッションなのです。私が情報を得て教団に持ち帰るとは考えないのか。そうしようと思っているのならイータの実験にのこのこ付き合うような野暮な真似はしないはずですよね。失礼を承知で言わせていただければカレン卿、あなたはご自身がどうでもよくなってしまっているのです。その一方で今のご自身を蘇らせたいとも思っている。だからイータの危険な誘いにも後先を考えずに乗ってしまっているし、いざその実験に巻き込まれると行きたいという気持ちが反射的に現れる。そうでしょ。ぐーの音も出ないな。今の私よりも私のことを分かっていそうだ。どうすればいいのかまるで分からずにいる。自らの運命に対する恨みも悲しみもあるし、現実から目をそらし続けていたヘルツォーク家の報いなのではないかという気持ちもある。だがそれ以上にただ心が空虚なのだ。ご自分でそうと分かっているのならまた新たに立ち上がることもできましょう。弁が立つのだな。それはもう私は商人ですから交渉事は得意ですよ。そして今から交渉ではなく提案をさせていただきます。カレン卿、あなたは生きなければなりません。私が生きる。私の命を助けてくれたのですから、あなたにはぜひとも、そうしたことによって生じるこの世界の未来の行く末を、シャドーガーデンが世界になす働きを見定めてもらわないと。見定めるだと。ええ、そしてそのためにあなたはシャドーガーデンに入るべきなのです。もっともらしいことを言って私をその気にさせようとしているのか。ええ、全くその通りですよ。もっともらしいことではなくてもっともなことですから。確かに私は全てを失ったのだろう。だが自分自身を成り立たせる失われていないものはまだある。その唯一のものがあなたにとっての槍の腕前だというのね。ああ、この槍の腕を真正面から破られるようなことがあれば、それは私から本当に全てが失われたことを意味するだろう。セルゲイに追われていた頃とは違う。
今の私は干潮状態だ。あなた方のおかげで、その点については礼を言う。そしてその恩を受けながら刃を向けることを許してほしい。構わないわ、気にしないで。それがあなた自身が導き出した、あなた自身を蘇らせ再起させる方法なのでしょうから。だけどカレン教、結論から伝えておくわ。あなたは私に敗北し、本当に全てを失い、シャドウガーデンへと忠誠を誓うことになる。元ベガルタ七部剣、元チルドレンファースト、長瀬のカレンが創実、我が生きた証、とくと見よ。見せかけで槍の射程を利用してのこちらの行動意識を削ぐための布石でしょうけど、無意味よ。牽制には目もくれず、本命の一撃は紙一重でかわすか。確かにあなたは強い。その辺の剣士や騎士とは比べ物にならないほど優れた技を収めているのはもちろんのこと、その技を的確に使いこなせる戦闘感もあって、ベガルタ七部剣の一人に選ばれた。だけどその評価軸は表の世界のものでしかない。今のを避けた？いや、避けさせられたのでしょう。見切った！そうかしら。アルファ様が頭突き？右目の方からぶつけた。うまい。カレン教はスライムソードの特性を理解していた。だからアルファ様が投げた剣を戻し切りかかると読んでいた。ゆえにアルファ様はカレン教の対応を瞬時に読み切り、剣の間合いからさらに詰めて超近接の肉弾攻撃で対応した。アルファ様とてその気になれば、デルタ様のような力でねじ伏せるインファイトをやってみせるということ。勝負あったわね。どうしてこんな、私は何もできないで。あなたがカレン教である限り、私や他の七影にはもちろん、ガーデンのナンバーズにも勝てない。その実力の差をあなたに現実として実感させる。このスライムソードもスライムスーツも、時には拳や蹴り、肘や膝などによる殴打をも総合的な攻撃の一端とする。このガーデンの剣技、そしてあなたを救った悪魔つきを解除する力も、全てはシャドウガーデンの名手たるシャドウのもたらす影の英知によるもの。シャドウ、ディアボロス教団を滅ぼし、この世界の真なる姿を取り戻す。シャドウガーデンは彼の意志を遂行するために存在している。カレン・フォン・ヘルツォーク教、その名を捨ててシャドウガーデンに入り、シャドウに忠誠を誓いなさい。あなたという存在を成り立たせていたものはもう何も残されていないのだから。完膚なきまでに叩きのめしましたか。ですが、これでよかったのだと思います。ガンマ様、自分自身の中のどうしても捨てきれない何かが自分が前に進むのを邪魔していると分かっているのなら、そのすがってしまっている何かとのつながりを別の誰かに断ち切ってもらえたのであれば、
前に進むことができるようになるわけですから。ラムダ、あとはよろしく。さあ、イエスサー、すぐに準備を開始いたします。さあ立て、虫けらが。客扱いの時間は終わりだ。貴様はこれから111番だ。何もかも捨てて純粋な兵士となれ。ベガルタ敵団兵の減退以来の扱いだな。私も落ちるところまで落ちたものだ。そのように余裕でいられるのも今のうちだ。その減退の日々すら天国だったと思い知ることになるだろう。お前は3日も経てば簡単に笑ったり泣いたりできなくなる。1週間も経つ頃には生き延びたことを後悔しているだろうな。なんだこの嫌な予感は。一体何をさせるというのだ。というふうに、元ディアボロス教団の幹部の人がシャドウガーデンに加入したんですが、その主様、私深読みしすぎだったんでしょうか。そのベータ君、これは確実にあれだ。典型的なあれ。自分の中の妄想や設定の重なりが複雑化し続けた結果、重度の自家中毒的な症状に発展してしまって、あらゆる考察が陰謀論モードになっちゃってるあれだ。そこら辺の盗賊とかの仲間割れから実は潜入目的で加入なんてあるわけないない。そんな一大スペクタクル大河巨編の伏線のような設定で進めようとされたら、そりゃみんな慌てて軌道修正するよ。あくまでシャドウガーデンの実際の戦いは盗賊とか変な武装集団相手のヒャッハー止まりなんだからさ。ベータよ。はい。物事の捉え方は単純である。単純にですか。そうだ、シンプルであること。我が剣技のように素直で基本に忠実であることが大事だ。それはですが、物事の裏表は。裏の裏はとどのつまり表、そして裏の裏の裏はとどのつまり裏。つまりいくら物事を読み切ったところで結果自体は表か裏かのいずれかに集約されていくもの。それなのにどうして裏の裏を見ようとする。結局は表か裏のどちらかでしかないの。その必要もないのに物事を複雑に解釈することで本質を見失うのはナンセンスだとは思わないか。確かに、どこかで区切りをつけないと考えてもキリがない。最初の区切りでしっかりと見定めることが大事なのですね。ふう、もっともらしいことを勢いでそれらしく言っただけの説得だけど、なんとか分かってもらえたようだ。こういう自分内設定の自家中毒が極まってくると、そうか、世界とは、魔力とはみたいな感じで自分の中で収集がつかなくなってくる。そう、転生する前の僕自身にも苦い体験がある。あえて考えないことの大切さは間違いなく存在するのだ。ああ、これってお話の設定を作る時にも応用できそうです。そうそう、設定はシンプルにだぞベータ。